は週末晴れるところが多いでしょう。近年お遍路に挑戦する外国人が増えています。歩きにこだわり、中には日本人も知らない穴場を巡る人も。そこには深い訳が。四国に古くから伝わる巡礼の旅、お遍路。88箇所ある弘法大師ゆかりの寺を巡ると、煩悩が取り除かれ、御利益があるとされている。やっぱり四国88箇所ちょっと有名ですので、死ぬ前に一度は行ってみたい。定年一つ区切りにして一度回ってみようかなと。88箇所巡りを達成するお遍路さんは年間15万人に上る。中にはこんな人も。このバイクの免許取って、250cc で来たんですよね。バイクで巡礼するお遍路さんや、バスツアーで来る人たちも。もうちょっと時間がかかりそうだから、もうバスで。はい。そして近年増えているのが外国人のお遍路さんだ。88番札所までのおよそ1200キロを歩いて巡礼する外国人が多い。22番札所平等寺、ここで外国人のお遍路さんに出会った。香港から来た張志海さん34歳。歩いて大変ですね。張さんは8日前からお遍路を始めた。歩きのお遍路は気軽に日本人と話せるのがいいわ。おはようございますとか挨拶したりね。日本には10回以上来ているけど、四国は初めてなの。お遍路を経験したらどうなるのか知りたくて試してみたかったの。食事はほとんどコンビニエンスストアで買ったもので済ませている張さん。地元の人に出会うと積極的に声をかける。行くとこどこ？おお、元気ね。お元気ですね。22番札所から歩くこと4時間半。ついに到着したわ。ふるさとの香港は海沿いにあるので、海を見るたびに嬉しくなるの。潮の匂いがいいのよね。この日の宿は海沿いの民宿だ。一泊4500円。お遍路を続けるには体力と多少お金が必要なようだ。翌朝、浜辺を散歩する張さんの姿があった。すると突然、一体何があったのだろうか。女性は韓国から来たお遍路さん。旅の途中の宿で出会ったという。
足の痛みは？大丈夫よ。またね。また再び会うことを誓って女性と別れた。私たちは常に互いに出会う機会があるの。そこが歩きお遍路の面白いところね。張さんも先を急ぐ。23番札所に到着した。ここでも思わぬ再会が。また会いましたね。はい、また会いましたね。男性とも旅の途中の宿で出会ったという。彼の身振りを真似しながら参拝する張さん。さまざまな出会いを経て、お遍路の理解を深めてきた張さん。誰かがお遍路について話しているのをただ聞いているだけじゃ、実際にお遍路が辛いのかそれとも素晴らしいのか決してわからないのよね。理論ではなく経験しないとダメなのよ。張さんのお遍路は続く。四国巡礼に挑む外国人は世界各国からやってくる。ドイツではこのお遍路の本が売り切れ状態なんだよ。長年の夢を実現させた男性も。若い頃にアメリカで日本文化を学んだんだよ。3ヶ月前に引退したから40年前の夢を思い出してお遍路に出たんだ。こちらは42日間歩き続けているフランス人の女性。お遍路を通してある境地に達したという。本当に必要のないものが知ってます。荷物の重さが怖いところの重さだけです。知ってたらもう怖くなくなります。必ず。75番札所善通寺、この寺の前である男性に出会った。どちらからお国は？フランス人です。ボルドーに住んでいます。どこですか？ボルドー。ボルドー、はい、ボルドー州の町、ワインの町。あ、そうですか。フランスから来たトマドプイさん25歳。大学で日本の文化を学んだという。時間がある、あった時日本語を勉強しました。趣味でした、でも、毎日日本人を会います。同じことを話してます。ですから毎日上手になりました。はい。6月から銀行に就職するトマさん。働き始める前にお遍路で今後の人生について考えたかったという。人生の優先事項は何か？家族、友達、お金、仕事がある中でどれが自分にとって一番重要なのか決断しなくてはならないんだ。お遍路を始めることで生まれ変わるような感じかな。フランスではルネサンスっていうんだ。心配。翌朝、トマさんは76番札所の金蔵寺に向かった。彼の金剛杖を見て驚いた。他の人と比べ
50センチも短くなっている。長い間お遍路を続けてきただけに、全ての振る舞いが棒に入っている。こちらの眼供養念珠は108つの玉を一周回すと煩悩が打ち消されると言われている。この日の昼食は香川名物のうどんだ。キャリーうどんお願いします。え、キャリーうどん。足も器用に使いこなす。美味しいです、これは370円です。とても安いここでトマさんが歩いてきた距離を聞いて驚いた。1058。わーすごいね。45日間で1000キロ以上歩いていた。1日20キロ以上、かなりのハイペースだ。実はこのお遍路でトマさんにはどうしてもやり遂げたいことがあったのだ。とても難しい、大変です。第3の爆弾の標的、青柳さんかもしれない。まさか冤罪。もう時間がない。ああ急がかり、今夜9時。青柳さん、世界カリスマリレーション。メットライフ生命。もし入院なんてことになったら大変だよ。そろそろママも保険のこと考えとかないと。メットライフ生命の終身タイプの医療保険はどうかな。入院や手術が保証されるし、先進医療の保証もちゃんとついてる。それでママは50歳だから月々2597円だし、いいと思う。詳しいことは0120-E9E9に電話して資料請求してみて。2015年に借金を完済した SK さん。自分にも過払い金があるのではと思い、アディーレに相談したんです。その結果、完済した2社から160万円以上の過払い金が返還されました。あなたも対象かもしれません。借金を完済している場合、過払い金がなければ料金は無料。まずはご相談を。 0120-316-742 債務なしにアディーレ。お、見た目とのギャップ、スッと吐ける感じがする。 They just feel like pieces of feathers. Wow, they're so light. エアリー、空気が通る感じ。感動、感動パンツ、それはかつてない履き心地。濁りほのかを口に含ませて舌の上で転がすと豊かな旨味が。苦くない、甘い。そんな恋もしたいものです。え、ほのかな濁りの中に豊かな旨味、濁りほのか。匂いますね、このエアコン。今すぐダスキン呼んで。匂いのもと、カビまで徹底洗浄。ドス黒いもの全部吐き出してしまいなさい。エアコンクリーニングはダスキン。ユニチャームペット。どのデオトイレでおしっこしたでしょう。わかんない。サンドで消臭、シートで抗菌。すごい、匂わないね。締め切った部屋でも匂わないの。デオトイレ。四国88カ所の寺を巡るお遍路。フランスから来たトマさんが1日20キロ以上のハイペースで歩くのには訳があった。したい。実は遍路道には88ある札所以外にも別格と呼ばれる弘法大師ゆかりの寺が20箇所あるのだ。トマさんは別格も回りきるためハイペースで歩いていたのだ。別格はとても静かだからね。自然の中で一人になれるんだ。より深く考えることができるから別格に行くんだ。お遍路の終着点、88番札所大久保地。境内は連日
の女性も見事1200キロを踏破した。88番だわ。あのトマさんも88箇所の寺と別格20箇所を回り終えた。この杖は2ヶ月間僕の親友だったね。この杖はどうされるんですか？これから高野山に行って置いてくるつもりさ。杖を通して助けてくれた弘法大師に感謝してね。54日間の遍路を通してトマさんはあることに気づいたのだという。僕にとって人生で最も大切なことはキャリアじゃないんだ。家族や友人に囲まれて豊かな生活を送ることこそ大切だと分かったんだよ。それがこのお遍路で得られた一番の成果だね。今日も多くの遍路さんがさまざまな思いを胸に自らの道を歩いている。白昼堂々店に押し入り、客や店員の目の前でショーウィンドウを破壊したということです。今日正午ごろ、横浜元町にほど近い宝石店に3人組の男が押し入り、貴金属などおよそ100点を奪い逃走しました。横浜市